はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴスターウォーズのアクトゥーアイランドトレーニング75200です。中には部品の袋が2つ、パーツ数は241個です。シールシートが1枚、そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。まずはルークスカイウォーカーです。このタイプのルークは今のところこのセットにしか付いてないんですよね。なのでこのルークが欲しくてこのセットを買いました。服装は映画に比べると少し白い感じがしますね。でこの髪型がとても立体的にできてます。またこの顔はこの表情に変えることができます。手にはコンボを持ってますけど、付属品としてライトセーバーが付いてるのでこんな風に持たせることもできます。ライトセーバーやっぱかっこいいですよね。映画の通り右手だけ機械の手になってます。次に主人公のレイです。服装はほとんど映画の通りですね。この顔はこの表情に変えることができます。また手にはおなじみのコンボを持ってますけど、映画みたいにさっきのライトセーバーを持たせてもいいですね。それと付属品としてこの島に生息している動物の防具がついてました。映画の中でも何回か出てきてましたね。そしてルークの家です。惑星アクトゥーのある島に建てました。映画の中ではこんな風に石を積み上げた感じになってます。それに比べると全体的に滑らかな感じはするんですけど、シールで積み上げているところを表現してますね。建物の前には焚き火みたいなのがありますね。でちょっとしたスペースになってるので、ここにレイを座らせたりルークを立たせたりして会話してるシーンを再現できます。それから建物の右側には映画とはだいぶ違いますけど、レイがトレーニングをした岩場があります。こんな風に回転する土台があるので、ここにライトセーバーを持たせたレイを立たせて回転させればレイのトレーニング風景を再現できますね。でもっと回せばこんな感じで岩を吹き飛ばすことができます。ちなみに岩の中にはクリスタルみたいなものがあります。これ映画では出てきてないので、おそらくまあおまけみたいなもんでしょうね。クリスタルっぽいパーツが中で反射してとても綺麗です。またこの部分はこうやって取り外すことができます。そして建物の反対側につけることができます。ちなみにさっきのこの部分も取り外しができるので、その代わりにこれをつけることも可能です。そして建物です。
映画の中ではちゃんと扉がついてたんですけど、このセットでは布になってますね。でここにさっきの工具を立たせることができます。また建物の屋根部分を取り外すことができます。中は居住スペースになってます。これはベッドで、ルークを寝かせてみるとこんな感じです。でこのベッド、こうやって跳ね上げることが可能です。その横にあるのはコンロで、付属のフライパンを乗せることができます。で奥には魚が入ってます。映画の中でも魚がちらっと出てきました。反対側にあるこれは多分照明ですね。透明のコップも置いてあって、この土台をこんな風にごっそりと取ることができます。中には木の実みたいなものが入ってます。多分保管庫みたいなものだと思います。そしてこの部分にルークを立たせます。さらにこのつまみを横に傾けると、こんな感じでホースを使って壁を破壊するシーンを再現できます。もちろん霊に破壊させることもできますね。すでに DVD が発売されてます。映画の中でも印象的なシーンをモチーフにしたセットだと思うので、映画を見逃した方はそっちを見てみてください。このセットのパーツ数は全部で241個です。以上、レゴスターウォーズのアクトゥーアイランドトレーニング75200を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。